放送席、そしてスタジアムのファンの皆さん、勝ちましたサンフレッチェ広島、今日のヒーローは塩谷司選手です。自らの決勝ゴールで試合を決めました。今の気持ちいかがですか？そうですね、去年から ACL 勝ててなかったんで、まあ、勝ちたいっていうのがすごいあって、まあ、結果勝ててよかったです。ディフェンスラインから抜け出したあのゴールへのイメージいかがですか？スペースは前半からたくさんあったん、まあ、いい形でボールが来て、まあ、あとは決めるだけでした。ただ今シーズンチームトップの4得点目、もう止まりませんね。そうですね、まあ、うまくいきすぎかなって思います。好調の要因は？いや、金髪ですかね。今日はスタジアムホームのゲームの中で勝ち点3を奪うことができました。この勝ち点3の持つ意味いかがでしょうか？そうですね、これでまたグループリーグが突破の可能性出てきたんで、まあ、突破できるように、まあ、これからも頑張っていきたいです。ホームのファンの皆さんの前で一言これからの意気込みお願いします。これからも応援よろしくお願いします。サンフレッチェ広島、今日のヒーロー塩谷司選手でした。ありがとうございました。